続いては産院のトレンドを探るワントレンド、ワントレです。担当は新人アナウンサーの村尾さんです。お願いします。はい、日本海テレビ新人アナウンサーの村尾梨沙です。よろしくお願いします。はい、村尾さんはこのワン自体も初登場ですよね。意気込みをお願いします。はい、もう昨日からずっと緊張しているんですけれども、はい、新人らしくフレッシュに頑張りたいと思います。はい、お願いします。はい、さて私が紹介する今日のワントレはこちら、はい、大仙乳業新スイーツです。この夏注目の新スイーツが登場していますので、はい、そちらを紹介していきます。はい、鳥取県琴浦町の大仙乳業では白バラ牛乳やヨーグルトなどの乳製品がおなじみですよね。はい、さらには文房具やバッグなどの食品の枠を超えたグッズ展開でも注目を集めています。可愛いですよね。そんな大仙乳業で6月1日の牛乳の日に合わせて新たに発売されたのが、こちらの白バラ牛乳生ロールケーキです。このクリームとスポンジに白バラ牛乳をたっぷり使ったミルクが主役のロールケーキなんです。大仙乳業の総合企画課の北野さんのお話によりますと、ミルク風味のクリームがたっぷり入っているところがおすすめだということなんです。こちらの商品1ヶ月前に販売を開始したんですけれども、はい、公式オンラインストアでは一時完売するなど大人気の商品なんです。現在では琴浦町のカビーのミルク館などで販売をしています。はい、ということで、はい、今日はこちらのロールケーキなんとスタジオにお持ちいたしました。はい、原田さん、下澤さん召し上がってください。はい、どうぞ召し上がってみてください。はい、本当にぎっしりクリームが入ってるんですね、村尾さん。はい、はあ、さあ原田さん、お味いかがですか？おいしい。おいしい。クリーミーです。本当にクリームがおいしいですね。うん、下澤さんはいかがでしょう？いや、本当おいしいですね。なんかクリームがすごく牛乳感もありますし、なんか口どけがすごい、いや、滑らかっていうか、はいはい、なんかふわふわな感じがいいですね。食感も楽しめると。あの二人はこの白バラの牛乳などは飲まれますよく？僕はあのモナカですね。アイスクリーム、あります、ね、はい、はい、あれすごく美味しくて、はい、結構食べてます。はい、下澤さんは？うちはですね、あの娘があのコーヒー牛乳が好きで、ああ、はいはい、白バラね、はい、もうどこに行ってもあのコーヒー牛乳飲んでます。あ、じゃあもう、はい、お二人とも白バラのものが大好きということで、たまらない一品でしたね。はい、はい、で、村尾さん、あの今回のこのロールケーキ以外にも新たなものが販売されるんですか？はい、はい、そうなんです。昨日から期間限定で、うん、こちらの白バラ紅茶の販売が始まりました。はい、ミルクの香りが引き立つ優しい紅茶の香りが特徴だということです。こちらの商品も公式オンラインストアや山陰のスーパー、コンビニなどで販売をしています。皆さんもこの夏ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。以上、ワントレでした。